デイビッド・ジンマンはアメリカ合衆国の指揮者。バイオリンの早期教育をオバーリン音楽院で受けた後、音楽理論と作曲をミネソタ大学に学び、タングルウッド音楽センターで指揮活動に着手する。その後1958年から1962年までメイン州でピエール・モントゥーに支持し、1961年から1964年まで、 モントゥーの助手を務めた。1965年から1977年まで、ネーデルラント室内管弦楽団の主席指揮者に、1974年から1985年まで、ロチェスターフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督に、1979年から1982年まで、ロッテルダムフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を、歴任する。 1985年から1998年まで、ボルティモア公共楽団の音楽監督に就任し、シューマンの公共曲集や多くのアメリカ音楽などを含む数々の重要な録音を残すとともに、同楽団を地方のアンサンブルからアメリカ屈指のオーケストラへと育て上げた。米国内外の主要なオーケストラにも客演を続けている。ジョン・クーリージ・アダムズ、ボル・コム、 ダニエルプール、ドガティ、カーニス、カーシュナー、ラウズ、トーキーラ米国人作曲家の作品のボルティモア書演に携わった。1993年、ロンドンシンフォニエッタを指揮したグレツキの公共曲第3番が全英アルバムチャートで最高6位を記録するなど CD の国際的なヒットによって指揮者としての名声が広がり、1995年に 中立飛トーンハレ管弦楽団の音楽監督、主席指揮者に迎えられ、翌1996年には、アスペン音楽祭の音楽監督に就任するとともに、ジョンズ・ホプキンス大学からピーボディ賞を授与された。トーンハレ管弦楽団とは、ベートーベンの公共曲全集並びに、助曲全集、ミサ・ソレムニスからなる一連の録音を達成する。これらは、ベーレンライター新全集版と、 語学奏法を採用したモダンオーケストラによるシリーズものとして国際的に高い評価を得る反面解釈の妥当性をめぐって賛否両論に分かれた。現在はピアノ競争曲集とバイオリン競争曲の録音を終え、マーラーの公共曲集の録音に着手している。またつい最近では2005年にトーンハレ管弦楽団を率いて BBC プロムスに客演している。 現在順漫は、ニュージャージー州の自宅とチューリッヒを行き来しながら、トーンハレ還元楽団を指揮しているほか、ウィーン交響楽団やシカゴ交響楽団、ニューヨークフィルハーモニック、ベルリンフィルハーモニー還元楽団にも客演している。1993年2月14日付から2週間。ありがとうございます。